室でやってる。みんなもきっとデジャブだよね、この感じね。あ、すごい寂しいね、この絵面、ね、ガラガラだよ、ね、ちょっと呼ぼうか。呼ぶましょうか。じゃあ呼びますよ、うん、姉ちゃん先輩。はーい、どうもこんばんは、二宮役の姉です。よろしくお願いします。姉ちゃんカラーじゃん。めっちゃビビッと。いやもうこのなんだろう、穏やかな色味に急に飛び込む私みたいな。うるさ、これ画面で見てもうるさいですもんね。いやいや、いい色だよ。本当ですか。姉ちゃんの髪の毛の色と全く一緒だったよ。いや、それを一応考えてきたんですけど、靴もね、本当だ、ピンクだ。ピンクなんですよ、ちゃんと。いやいや、ちょっと家からコンビニに来る人そんなことない、恥ずかしいんで、もう座りますね。ちょっと気にしてたもんね。そう、なんかあれ、なんかみんな他の人とテイストが違うなと思って。大丈夫ですか、この学校は許されますか。大丈夫大丈夫、全然大丈夫です。校則とかそもそもあるんですか。校則、この学校に校則。どうなんでしょう、みんな制服着てますもんね。あ、こっちの世界ですか。あれ、あ、マッチのここの懇親会、懇親会、懇親会、懇親会ないです。ないです。別に何ならあのこうパジャマで着てもらっても大丈夫です。 お弁当いつ食べてもいいですか。大丈夫です。やったー、やべもいいと。やべすん。じゃあ次そろそろ呼びますか。呼びましょうか、はい。じゃあ続いてはマッコドーン。はーい。はい、皆さんこんばんは、二宮誠役の梅原一郎です。よろしくお願いします。ちょっと梅ちゃんの服装が、はい、ちょっと並んでみてよ。並ぶというかいいんじゃない。ちょっと青と赤ですごい兄弟感あるじゃん。うるさい、いいよ、いい感じだよ、ね。はい、ニットでね、意図せず、ね、テイストが一緒でしたね。でも靴はなんかしっかりしたの履いてるんですよ。革靴ですけど、スニーカー来てほしかったな。でも僕アマンチュのイベントとかでも青を着ることが多かったんで。あ、確かにそうかもしれない。なんとなく青にしてみました。俺もそうです、青にしてますもんね。だから中はピンクで弟と姉みたいなとこありますけどね。そうですね、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。姉を弟が包んでるみたいな、いい感じになって。ありがとうございます。いい話だ。いいね。